イスズ HK エンジンは、イスズ自動車が生産する排気量4から8リットルの直列4気筒と直列6気筒のディーゼルエンジンである。1990年、平成元年排出ガス規制適合を機に、小型トラックエルフ、中型トラックフォワードに搭載された。それまでの4バイト、6バイト系は、高信頼性で低回転からのトルクが厚く、 扱いやすいエンジンで、現在も産業用として用いられているが、このエンジンは、シリンダーヘッドがコンベンショナルなプッシュロット式のオフ、レイアウトから、再一シーになり滑らかで力強いのが特徴である。近年は、ダウンサイジングターボにより6気筒から4気筒が主流になりつつある。また、イスズ発のコモンレール搭載エンジンでもあった。このエンジンは、モジュール設計となっており、 エンジン形式 H1 の部分は気筒数を部分は内径工程のバリエーションを指す。登場間もない頃は最特エンジンという愛称が存在した。平成元年6年規制の最高出力はグロス値、その他はネット値である。平成元年6年規制の最高出力はグロス値、その他はネット値である。ありがとうございます。